皆さんこんにちは。ドリキン土屋圭一の A86 ネ世界へようこそ。ね、今回は、はい、今回何ですか。今回はすごいです。何がすごいの。あ、じゃあ前回は出したことなかったんだ。今回もすごいです。あ、はい、どうすごいの。今回は1万1000回転回っちゃう。初めてイニシャル D だよ。ね、藤原文太だよそれ。してるよね。一番発揮しました。やっぱりなんだよ。お呼びいたしましょう、はい、愛知県からお越しの谷口自動車の谷口さん。また愛知県かい。愛知県です。愛知県多いね。はい、あ、どうぞ。愛知県は86愛が強いのかね。まあそうですね、結構多いですよ。あ、そう、はい、でも一番好きなのはやっぱあのシビノさんですかね。あ、はい、シビノさんね、はい、シビノさん昔から86だもんね。そうなんです。あ、変態だな。そうですね。お友達割とそうですまあ A86 つながりだから、はい、俺らもそうですね。そう、はい、で今回の1万1000回転回るの本当に。あ、ほら、YouTube チャンネルやってるんですよ、うん、あ、そうです。あのタヌグチャンネルという、はい、チャンネルやってる。ノブ、ノブチャンネル。あのじゃない方です。うちじゃない方です。あ、はい、なるほどね。そうです。え、1万1000は回るの、はい、前まで回したんですけど、タコメーターついてなかったんです。うん、じゃあ1万1000わかんないじゃん。わかんないですけど、もう油圧計の下みたいなとこまで、ま、回りました。ここはそれぐらいじゃないのかなっていうので。ちょっと見てみます。見てみようよね。エンジン。エンジンまず見ましょう。わかります。エンジンは何なの？エンジンは、4A と 7A のハイブリッドです。はあ、ハイブリッド。はい。綺麗だな。綺麗。めっちゃ綺麗。ありがとうございます。あ、中も綺麗だ、うん。はあ、めっちゃ綺麗だ。ウェーバーだし。タコ足。キャブ。箱足なんか生き生きしてるね。俺もなんか下向いちゃってる。シビノンのも先月こう下向いてる。これなんか生き生きしてるよこのタコ。ね。すげえ上がってますね。上がってるね。上がってますね。はあ。でウェーバーで。そうです。ウェーバー45ですね。45かぶんない。いや全然息がいいです。あ、そう。セッティングちゃんと取れてるんですね。はい。なんかこんなビンビンになんか硬くなったタコ足見たことねえな。ガッチガチっすよ。すごいやこれ。すごいすごいす。ガッチガチっすもん。バイアグラタコ足だよ。ね、すげえなこれ。すごい綺麗ですよね。綺麗綺麗。さっき言ったそのハイブリッドっていうのはどういう意味？あのブロックが 7A なんです、うん、これ実は。ブロック 7A。で、ね、ヘッドは。A 級2後期の16馬力、うんうん、ただあのショートストロークにして排気量は1600なんです、はい、7A だけど1600なんですよ。それを作ったってことですか。上杉健さんがキットで作ってくれたもんです。クランクコンダットピスト。そうです。なんで1600に戻す、うん、あの上杉健さんに相談しに行ったんですよ、うん、これで1万1000回したいと、うん、イニシャル D みたいに回したいと、うん、言ったら大江杉健さんはじゃあまあ、 4A のブロックだとちょっと華奢すぎてできないから、うん、で 7A のブロック持ってったらこれでショートストロークにしたら、うん、もう全然いけるじゃんっていう発想でそのキットクランクから作ってもらったんです。へー。俺でより良かったらどうしよう。発注しましょう。
とあのパカパカやってみてください。これやばい。なんかね音が1800とか2リッターぐらいの音、音そうですね、うん、ね、4AG ってもっと軽いじゃん。軽いですね。これなかなか面白そうですね。だけどアクセルのストロークがなさすぎて、ね、ハイスラーになってるんだ。あ、そうですね。あ、それはもう、ね、オーナーさんの好みかな。これやだね。ちょっとすぐ戻しましょうかね。ね、これだとなんかコントロール細かいコントロールができない。あ、そうですね。うん。まあでもすごいなんか力ありそうな。いや、エンジンの音は、ね、うん、力ありそうだな。だけど、うん、中がさすげえ綺麗で。うん、めっちゃ綺麗。中も綺麗にしました。これ100万台はない。ああ、ないわないわ。でももともとこれぐらい綺麗でしたよ。あ、そう。買った時から。これ普通に谷口とか折戸に450万ぐらいで売れる。売れますかね。そう。ちょっと待って、エンジン高いから。だからエンジン別だよ。あ、別エンジン別。車の車体がすごくいい。ホイールかっこいいじゃん。やっぱさ、エキップです。やっぱこういうツーピース似合うね。そうっすね。まあ。あの渡辺は定番だけどさ、うん、やっぱ俺らはさ A86 をさらにかっこよくしたいからね。しかもエンジェルスのブレーキ。ああ、そっか。これで馬力が、馬力まだ分かんない。分かんないまだ測ってない。シェイクダウンもしかして。シェイクダウンではないんですけど、あの馬力はまだちょっと分かんない、ね、これから。あの駅マニをあの前回48にして、うん、でそっから48倍ですよ。まだサーキット走ってないんですよ。ぜひこの48を試していただきたい。そうだね。1600に48倍って結構太いんですよ。抜けちゃうじゃんと思うんですけど。配圧かかんないよ。なんか今の音からすると、うわー、ずっといよ。マフラー50倍、マフラー60です。 60? へー、なんかスカスカ抜けちゃいそうだけどね。ですよね。へー、まあ走ってみてどうかだよな。そうですね。うん、ドロムがあるかどうか。面白い86を見つけました。うん、これは面白いね。うん、へー、よし、乗ってみよう。はい、最初の9000回転、はい、で2回目は1万回転、おう、で最後は行けそうだったらもう1万1000いってください。おう、はい、了解。イニシャル D 藤原文太号を行ってみます。いい音してるよね、本当にさ。なかなかいいぞ。ファイナル 4.7 か。ちょっとあの5000以下があんまり使えないんですよ。はい、5000以下は使えない。もう5000以上使ってもらえばビンビンですね。あ、それ低速は別に気にしないってこと。そうですね。おお、もう1万1000狙いってことです。そうですね、そこにフォーカスしてやってます。楽しみ。1万1000回転です。あ、5000以下はないね。5000で吹けない。1万1000回れば OK でしょ。あ、OK ですね。で本当はセッティングをして中低速も合わせたいところ、はい、そうですね、ってことですよね。ちょっと濃いかもしれないです、ね、うん、そんな感じ、うん、上はめっちゃいいね。上はなんで吹けなくなる。足は乗りやすい。荷重移動ができる。
ですね。いや変えましょう。ちょっと変えましょうか。すぐ変えます。うん、まあ一番無理。何でも聞いて。はい、どうでした、津田さん。見ての通りだったんだよ。ねえ、ボロボロ言ってました。5000円以下吹けないんだよ。言ってました。ボロボロボロと。5000円以下吹けないんだよね。すみません。すぐ調整します。オーナーに言った。あのね、はい、俺が18歳、19歳の時、あの長野県の上田の駅前で、おまわりさんが、あっ、止まれ、こっち側へ。ババ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 バ
180まで落としましたね。200から180。もともと180だったんですよ。ああ。メインジェットとエアジェットを変えて走ってますけど、やっぱ5000以下は、今度は5500からは吹ける。回ってんじゃない？1万は回るんだけど、一回引っかかるね。なんか9000超えたところに誰かいるんだよ。で、誰がいるんだ。9000超えたところに誰かいて、ちょっとこうんってなってから、うん、1万は回るんだけど、1万は回る。1万は回ってるんですね。回ってる、うん、だけど、うん、その誰かいるところで待ってるよりはシフトした方が早いかなって。あーなるほど。なるほどね。多分僕見た感じだと、まずキャブのセッティングは出てないから、うん、そこを見直すのと、ね、なんか上でしっかりしてるのかなって気もするから、はいはい、なんかもうちょっと点火、そうですね、リミッターらへんを、うん、強化するとか、うん、してあげれば。リミッターではないわ。リミッターじゃなくて、うん、でもシッターじゃないかな。うわーんって9000まで回ったら、うん、そのままブブってなってからブーって回るから、うん、誰かいるところですよね。誰かいるん、そう、そう、そこそいつをやっつけなきゃいけない。そう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 、かなって気がしましたけどね。電気代、うん、電気代ちょっと払ってるつもりなんだけどな。ちょっと足りない。まあ次楽しみにしてましょう、うん、挑戦はとても素晴らしい、うん。燃焼が早く終わるっていうことはよくって、そうすると次の燃焼がすぐに行えると、うん、でダラダラした燃焼じゃないってとこがやっぱりハイブパーセットのメリットですね。これは本当シェイクダウンなんで、軽く今回は雰囲気を見る感じでやってもらえればいいと思います。前回ダメ。前回ダメっす。まあいいよ。はい。雰囲気。そういう時もある。6000までって言われてるんでね。言うね。なんか
なんか熱いのが出てきたんだけど、熱い、足元、お湯が出てきた。熱い、なんだよ、足に熱湯がかかった。熱湯がかかった、うん、足に熱湯がかかったよ。あ、なんかめちゃ熱かった。本当だ、めちゃ熱かった。ヒーターコアが破裂したかもしれない。めちゃ熱かった。熱いっすよこれ。なんか嫌がらせね。ラーマンでしょこういうこと。頼むよ本当に。暑かったよ。うんで待ったら暑い。よしましょう。いろんなことがあるね。ありますね。はい。ということはボツにはしません。ここからが始まりです。ここからスタートです。お湯が出ないようにしてください。あとエンジンはスカスカです。